サベリオメルカダンテは、イタリア人の作曲家、オペラ作曲家として、特に有名。バーリ近郊に生まれ、ナポリで音楽を学ぶ。はじめは、気楽曲の作曲に興味を示すも、ロッシーニの勧めもあり、オペラ作曲を開始。初女作、ヘラクレスの神格カエルアポテオシディー・エルコレは、好評をもって迎えられた。1821年に、ミラノで初演された第7作。 エリザとクラウディオエリサイークラウディオオッシアラモーレ、プロテットド,ドールマミチーシアは、イタリア国外でも上演された。その後、ウィーン、マドリッド、リスボンおよびパリへの進出の企てはいずれも成功とは言えなかったが、故国イタリアに戻って上演した、スペインの女王カリテアカリーティオ、レジーナディスパーニャ、パリのノルマン人愛のルマにエーパリジ、および彼の最高傑作とされる、誓い。 イール・ギューラ・メント、それに、ベスタ・のミコラ・ベステールはいずれも大成功した。ロッシーニのオペラ界からの引退、ベッディーニの創生もあって、19世紀半ばで最も人気のあるイタリアオペラ作曲家であった。晩年には失明したが、口述筆記で作曲を続けた。1870年、ナポリにテ没。その晩年にあっては、自らの地位を脅かしつつあったベルディに対して、 嫉妬を覚えたらしく、影に火に妨害工作を行ったとも言う。実際、彼が没してベェルディがその地位を確立した19世紀後半以降、メルカダンテのオペラは時代遅れとみなされ、歌劇場のレパートリーからほとんど姿を消してしまった。彼はまたフルートやクラリネットのための競争曲や、そなた曲も数曲作曲しており、 彼のオペラが帰り見られることの少なくなった現代では、むしろ、それらの器楽曲によって、より記憶される存在になっている。特に、5曲のフルート競争曲の内保団長の曲は、修学賞、ロシア風ロンドが、イージーリスニングに編曲されるなどして有名。ありがとうございます。